さんですか。ことへの執念、気迫が感じられない、そう思わないか。はあ、そういえば始める前にもう邪念はないみたいなことを言ってましたが、バカ、あるわけねえだろ、そんなこと。こいつらは死ぬまで王者だ。とは言うものの、この違和感、漠然とした不安も、何ら心配する事態にはなかった。
それが狙いだったんだろう。うちみたいな高齢との裏家事、やるならそれ相応の現金が手元に必要。ご面接だとすれば、その金がカジノのどこかにあるとするんだ。以前、仲間強引に君が事務所に入ってきたことで、あれはその確認だったわけだ。事務所に金庫があるかないか。事務所になければ残るはこの店長室。そこであの坂崎をおとりにして我々の目を引きつけ、君はここに忍び込んだ。今日は金庫の有無を確認し、後日改めてアタック。そんなところで残念ながらうちの金庫は沼と同様に難攻不落。金庫破りなど不可能だ。はい店長、坂崎を確保したそうです。連れてくるように言え。店長、ありました。盗聴器とカメラです。そうか、燃やす。あ、さて、いいかな、二人とも。覚悟は。お前もだ。待て、殴るのはまずい。おやしはどうなろうと構わないが、カイジ君はあと1週間で地下に戻るべきだ。つまり彼の体は帝愛にとっては財産。あまり手荒なことをして働けなくなったら、彼の責任問題だ。ああ。かといって、これだけ大それた真似をしでかしたものを、何の制裁もなく返すわけにもいかない。どうする？わかりました。組み伏せろ。はっ。お持ちしました。よし。なんだと思う？これ。指折りか。言ったらダメなんだ。そういう手荒な真似は、これはもっと上品なものだよ。こうして、抜けないようにセットして、あとはここのネジを回せば、筒の中の針が進むんだ。ちょうど爪、わずか下の場所、メリメリと。下が。なんだ、まだたった一本だ。見ろ、世にも珍しい。中にも血のマニキュアだ。こんなことをするだけでもそうそういないよ。さあ、行ってみな。何本持ってほしい？Ugh!